中山形ムーブチャンネルです。やりました。 J218節、レノファ山口に対して勝ちました。2試合の引き分けを挟んで久々の勝利でございます。1対0のクリーンシートということで、勝ち点3の夜、金の水、皆さんご準備はよろしいでしょうか。それでは皆さんご唱和ください。勝ち点3の夜に乾杯。今日は声も出てますよ。やりました。9戦無敗ですよ。山田浩太選手、南選手、そして藤本選手とここまで戦ってきた主力を欠いての今季のハードスケジュールを踏まえて素晴らしい補強をしました。そしてそれが徐々に実ってきていると思います。確かに厳しい試合ではありましたが、なんとか 1-0 もぎ取りましたね。さて試合の方を振り返っていきたいと思うんですけれども、もちろんスタメンのメンバー、ベンチのメンバーも変わりました。相手も変わった。そこにプレーする選手たちは順応に反応していったと思いました。まずポイントとしては、山口がディフェンスラインを高いところに保つということは、山形はいつものように得意パターンでつないでつないでつないでゴールを狙っていくというよりは、とにかくボールを奪ったら早く縦に、できるだけ効率よく縦に縦に早く進めることによって、山口の浅いディフェンスラインの裏を狙いに行きたい。とにかく早い攻撃を狙うにあたって、キーパーソンとなるのはやはり加藤選手だったわけです。そしてその加藤選手が見事に結果を出したんですね。ディフェンスはもちろん良かったですね。高さ、そして1対1の強さに加えてですね、最終ラインと前線の距離を常に保って、その中で展開していく。今までのようにボランチの小西選手や藤田選手、両ボランチが最終ラインに入ってきてビルドアップに参加するということが、今回のレノファ山口戦に関してはあまり見受けられなかった。割と高い位置でボールをもらう意識があったように思いました。上下の動きでボランチがボールを今までみたいに受けに行くという印象よりも、横の動きで相手との間に顔を出してボールを受けて前に展開していくというように、攻撃の厚み、そして守備の厚みというのが、その幅の中でしっかりと90分間ラインコントロールされた素晴らしい試合だったと僕は思いました。その中でやっぱり藤田選手ですね。次のパスをできるだけ効率よく、少ないパスでどうやって相手陣地に入っていくかということをかなり意識して、首を振ってパスを前につないでいってたように思いました。そして後藤選手ですよ。素晴らしいファインセーブ連発しました。たくさんのファインセーブを見せていましたけれども、決してものすごい飛んでブロックシュートブロックをするというよりは、しっかり相手に飛び出していってポジショニングで止めている印象なので、後藤選手の何が素晴らしかったというと、やはり僕はポジショニング、シュートを限定させるディフェンスとのコミュニケーション、これはもう総合的に山形のディフェンスがとにかく良かったんだと僕は思いましたね。もう可愛いシュート選手と小西選手、また新たな背骨、新たな背骨ができたように思いましたね。前半主力だったメンバーが現在不在になった中でのチームとしてのクオリティっていうのが、どういう戦い方をするというのがなんか見えた気がしましたね。あとはクラモフスキー監督がもう90分間叫んでましたね。相手がちょっとタイトにプレスに来た時に、クラモフスキー監督が、うわー、ファールじゃないか、今のはどうなんだどうなんだと審判に常に訴えかけていた。やはりあれはもうこれ以上怪我人を出したくないわけですよ。もう正直大変な状況になってるじゃないですか。なので審判にそういうアピールを選手がするわけにはいかないとなった時に、コーチやスタッフ陣が行ける範囲で、警告を受けない範囲で審判に常に90分間アピールし続けるというのは、したたかかもしれないですけど、戦術の一つというか、 1-0 というクリーンシートで結果を出した選手たち、本当にすごかったです。また連戦に入っていって大変だと思うんですけれども、第19節、前半の天王山だと思ってます。アルビレックス新潟戦、勝ちましょうよ。10戦無敗、アルビレックス新潟も今季ホームではまだ負けてないんですかね。1分け以外全て勝っている、ホーム8連勝中ですかね。いや、記録なんて破るためにあるんですよ。山形が破りましょうよ。ビッグスワンでスワンの涙を見せてあげましょうよ。現地に応援に行かれる方、もう新潟はね、満員で埋め尽くされるんでしょうけれども、負けじとも頑張ってください、お願いします。そして僕もこの東京からですね、変わらず全力応援していきます。それでは皆さん、今週日曜日、大一番ビッグスワンでの新潟戦、勝ち点3の夜が来ますように、願いを込めてこの金の水で乾杯したいと思います。ご唱和ください。それでは乾杯。